小泉駅は愛媛県伊予郡正木町にある伊予鉄道群中線の駅である。駅番号は伊30。蒲田駅同様、群中線の中では新しい駅である。島式一面一線のホームを持つ友人駅である。周囲を農地に囲まれた無人駅であったが、近隣に大型ショッピングセンターのエミフル正木が開業したため簡易駅員詰め所と簡易トイレを設置の上、 2008年9月より、有人化された。なお、常設の駅員詰め所及び水仙トイレが設置されたことに伴い、簡易設備は撤去された。改装前は Y 字分岐による交換設備の計画があり、交換可能駅であったかのような構造だった。しかし交換設備が設置されることはなく、後日のエミフル正木開業による改装後、片側に壁と スロープが設置されたため、通常の対抗式ホームと変わらない姿になっている。かつては、農村と住宅地とが混在している地域であったが、2008年春に、富士が中四国最大級のショッピングセンターのエミフル、正木を駅に隣接して開業して、以来、駅の南側一帯は、ショッピングセンターの敷地で閉められている。駅前に、ロータリーが設置され、意を鉄バス。 マサキ町ひまわりバスやエミフルマサキ敷地内、無料巡回バスの発着するバス停が設けられた。年度ごとの1日あたり、乗降人員は以下の通り、2008年のショッピングセンター開業以来、利用者が大きく増加している。ありがとうございます。